あ、皆さんこんばんは、おしょうでございます。やっていきましょう。さて、今ね、ちょっと農園を作ろうと思ってるんですよ。で、まず、かなりいいなと思ったのがこれですね。はい、農園がスナップするっていう。はい。で、しかも、上に重ねるっていうスナップもするっていうね。うん。こう、まず農園の、なんだろう、作りやすさ。もうこれさ、いちいちはしごとかでさ、きっちりきれいに揃えるの大変だったじゃん。もう最初からしっかり整ってくれるっていうね、かなりありがたい仕様なんですよね。で、ここからがちょっと問題なんですけど、パイプがないんですよ。はい。実はね、これ置く前に、パイプ先に設置しようかなと思って、なんですけど、パイプが出てこないんですよ。で、P がでも出てこないし、はい。で、なんだろう、パイプ、なんか、何かに統合されちゃったのかなとかって思ってたんですけど、ちょっと衝撃の事実。あ、やべ、なんか、これコントローラー外れたわ。で、パイプがないんで、あ、ひょっとしたら、この、取水口、あ、いつもの取水口が、なんかこう、建材の種類が切り替わってパイプになるのかなと思ったんですよ。で、そしたら、なんか1個しかないんですね。はい、ほら。なんか1個しかないんですよ。え、パイプどうしたんだよと思ったら、はい。これわかる？これ。これさ、なんと、パイプをつなげ、任意の場所につなげて、こう水を出すっていうやつじゃなくて、このパイプを置いた一定範囲内に水を届けるっていうワイヤレスシステムになってるんですよ。ほら見てこれ。The stone intake for wireless irrigation って書いてあるんですよ。これ。そう。なんと、アーク ASA、水道をつなげる必要がなくなりました。はい。なんだ大丈夫か。いや、ビビるでしょ。だってさ、ただ単純にさ、適当なとこに、いや、とりあえず、この辺か？この辺にポンと置いとくでしょ？これ、ここ。全く水とかないけど、水とかないけど、一応水が入ってる判定になってるらしくて、で、ここにポンと置いたりすると、はい、もうここに、ほれ。はい、考えあり。嘘だろ？便利になりすぎでしょ。いまいましい配管工事をしなくていいっていう、この便利さ。恐ろしいだろ、ほんと。ってことはさ、これ、まだちょっと やれないけど、おそらく、電線とかも同じようなシステムになってんじゃねえかなという。はい。と、目立たないところに、こう、パイプを置いて、これで一応、この敷地内、すべてに水が行き渡るようになったという。はい。なので、後々ね、ちょっと、ここ、少し広げたんですけど、ここ、調理場にする予定なんですよ。で、あとは、なんか、後々、この工業用調理器具とか置いたときにも、きっとそこに水がずっと入ってるっていう、そういうことでしょ。要するに。だって、蛇口も何もないのに、もうここに考え行き届いてんだよ。頭おかしいだろ、どんだけ便利になってんだよ。で、蛇口はじゃあどうすんのかなと思ったら、こんな感じで、一応壁とかに、これ、壁とかにこうやって設置して、そこから飲むシステムになってるっぽいっすね。こんな感じで。はい、適当にとりあえずここに置いといて、あれか、川袋とかでも入れときますか。というわけで、パイプの工事をすることもなく、これで農園は完成です。一応まだ温室作ってないんで、完全な完成とは言えないけれども、一応もう野菜は育てられるね。そう、野菜育てたかったんですよ。せっかくね、種がいっぱい手に入ってるし、あと、フン転がしがね、もう、フンとかを自動回収してくれて、めちゃめちゃこういう風に溜め込んでくれてるんで、いや、さすがにそろそろ作ろうかなということで、はい。これさ、重量の限界超えてもさ、回収し続けてくれるの偉すぎるでしょ、ほら。どんだけ溜め込んでんのよ。じゃあ、とりあえず今日の目標、少し暗くなっちゃったんですけど、これから向かうところは、特に暗くても問題はなさそうな場所なんで、もう行っちゃいましょう。今回の主目標なんですが、ドエリクルスとアンキロサウルスですね。前回アルゲンタウィスもテイムしてね、もう遠方で中型生物とかテイムしても持って帰れるようになったんで、もう早速ね、アンキロとかドエリをもう現地でテイムして、アルゲンタウィスの運んで持って帰ってきちゃおうかなと。クライオポットがないからね、どうしてもこういう戦法になりますわ。で、とりあえず、アンキロサウルスに関しては、このアルゲンタビステイムした場所にいたやつテイムしてもいいんだけど、草食島行った方が確実でしょう。うん、さすがに。なので草食島今から行きますわ。え？ケラトサウルスこんなとこにも湧くの？わあ、飽きちゃった。お互いちょっとヒーリングしてるけどもめんどくせえからいいや。火力足りねえ。
え、何取って、待った、何取った何取った I have you at a disadvantage, あー、あれか。 I admit. I'm operating from a position of near perfect information. そうだね、プロテインだね。うん、While you are... いやそうだな、本当だよな、プロテインだよな。本当プロテイン、マジでプロテインだ、本当。うん、黄色クレート開けられるかな、もう。あ、開けられる。黄色、何が出る？相当、うお、え、マジ？ちょっと待った、待った、有機ポリマー出た。え、有機ポリマー出た。41個出てるでしょ。ちょっと待って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 、ちょっと落ち着いて落ち着いて落ち着いて。ギリースーツ作れんじゃねえの、これも。これそうだよね、足りてるよね、ギリースーツ。あ、作ろう、もう。じゃ あ、もうこの場で作っ、もう作るわ、ギリースーツ。え、マジで黄色くれと有機ポリマーとか出してくれんの。しかもさ、今さ、なんだ、ガソリン出たじゃん。ガソリンと、あとなんでピストルの弾が出てくるんだ弾が、一応弾丸出てくるのか。あとこれな、いつものやつ。これはまあいつものやつだけど。うん、いやマジでそんな大盤振る舞いしてくれちゃっていいんすか。これちょっと一回帰るわじゃあなんかやたらとモコモコしてるギリスーツ作りますか。多分足りるはずで、ただ今は着なくていいかな。明るくなって、まあ、全部終わって帰ってきてからにしましょう、着替えるのは。うん、なんかまあ俺といえば結構ギリスーツみたいなちょっとところがあるけれども、まあ今は着る必要ないでしょ。来ちゃったから、早く開けましょう、早く開けましょう。これ開けられる、開けられるよ、よかったよかったよかった。お前マジか、マジか、お前。あ、ギリスーツ出ちゃったギリスーツ出ちゃった。まあそれはいいんだけどさ、マジか、お前。これは嬉しい、至高のメガテリウムの悟りじゃん。81だからそこそこだね。いや、ブルートマザー戦に備えていいもん手に入ったぞ、お前。うわマジか。緑クレートもバカにならねえな、やっぱり。人参出たぞ、人参。地味に作ったりするのがだるいさ、ここら辺のさ、ビールダルとか出んのマジで偉すぎるんだけど。キャンバスか、キャンバスは使ったことないな、俺。よーし、装飾島到着と思ったんだけど、なんか少し様変わりした。なんかちょっと空気が変わってるような気が。まあメガロドンいるよね。アルファメガロドンかよ、あれうわー、しかも125レベルのメガロドンいる。うわー、ちょっと欲しいな。アルファメガロドンよ、ここから見れる？どう？見れないかな。あー、これな、あ、アーケロンとやり合ってるんだ。アーケロン150レベルなんだけどえ、アーケロン勝てる未来ある？いやー、アーケロンもちゃんといたね。ただね、初めて見るマックスレベルがモッド生物っていうのはちょっとモヤモヤしたけどね。うん、まあそれはいいや。じゃあ、アンキロサウルス探していきましょう。なんだろう、海岸がちっちゃくなっただけか、なんか狭い気がするんだけど、まあいいや。とりあえず、あ、いた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 。いやー、手頃になんか、ごめんごめん、今ね、俺何が起きたかっていうと、バツボタンを押したタイミングでエクスプローラーと拾ったわ。何、もう今カットしちゃった、思いっきり今着地しようとしたのよ、着地しようとしてバツボタンを押したのよ。で、押した瞬間にエクスプローラーノート開いちゃったから、エクスプローラーノートが0コンマ何秒かで、はい、即キャンセルされました。はい、すいません、本当に。あ、そうだ、アーケロンといえばちょっと実はね、少しおもろいもんがありまして、これなんすけど、これじゃないな、ちょっとごめんね、これ、はい、アルギー寿司、寿司、はいなんか多分これモッドのやつだと思うんだけど、ほら見て、これ材料にアーケロンアルゲーっていうなんかよくわかんない素材を使ったなんか寿司を作ることができるのよ。で、あとはトウモロコシ10個と大トロ3個とあと白色の染料1個っていうね。うん、で、インクレディブリーナチュラリスソシー that any dino will love。 ああ、大体のディの恐竜が好きなソス、なナチュラルなソシーですね、ソシー、はい。で、これを使うとなんかテイミングディノというブーストサム、ロストテイミングエフェクティブと書いてあるから、まあ要するになんかテイムをすごく手助けしてくれるようななんか独自のアイテムが追加されてたっぽい。うん、この
アーケロン素材使ってね。残念ながらまだアーケロンを倒すことはできないんで、俺は作れないし、あとちょっとテイム、こういうモッドアイテムを使ってテイムを楽にするっていうのはまだやりたくないので、ちょっと作れたとしても作んないかな。うん。ちなみにちょっと面白いのがさ、最後の行のことなんだけど、Where did the rice come from? さて、米はどこから来たのだろうかっていう風なコメントが書いてあって、うん、知らねえよ。そうだよね。あの、寿司を作るための新鮮な米なんか、この島でどうやって手に入るんだって話だけどね。うん。稲作するか、稲作。桜姫やるか。え?え、ちょっとね、さっきのアーケロンじゃん。え、待って、お前勝ったの、まさか。よう、あの、変態顔のアーケロン。テイム食品をスロットに移しましょうだから、うん、変わってなさそうだな。多分こいつはまたクニダリアの毒とかでテイムするタイプだと思う。いや、でもさすがに、あ、びっくりした。待って、ここに大量になんかデスキャッシュがある。まさかあいつ、アルファメガロドンを倒したのか。これメガロドンでしょ、普通の。うん、これメガロドンじゃん。これか、これメ、あー、あの125レベルのメガロドン殺されてるじゃん。で、これか。あ、これじゃん、アルファメガロドン。おお、え、強、お前150レベルとはいえアルファメガロドンの群れ倒したのか。アルファメガロドンとさ、メガロドン125レベルを処したのか、お前強っ。え、うまいんだけど、マジ。やっと、いいクロスボウ手に入ったぞ。儲け、儲け。まあ、これもちょっとなんか、モッドの力を借りたみたいな感じに、な気がしなくもないけど。まあ、これぐらいはいいだろ。さすがに。なんだ、あの、リメイク前でさ、あの、リメイク前で、座礁して死んでたメガロドンとかいたじゃん。うん。それから、なんか、かっぱらったと思います。いいや。今回はこれで。これはちょっとありがたく使わせてもらおう。アンキロいねえや、これ。こんなにいなかったっけ。いやー、別に100何レベとか高望みはしてなかったんだけどな。お前らリメイクされても学習しねえな。ユニコーンじゃん、ユニコーンじゃん。ちょっと待て、ちょっと待て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 、マジか。待って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 、今さっき俺がクレートから人参をゲットしている。テイムできるぞ。ちょっと待って、15レベルだろ。15レベルってで、なんだ、15レベルのエクウスをテイムするんだったら人参は15個ももう使わないはずだし、しかもここは草食島、肉食生物に襲われる心配はない。いけるいけるいける、ユニコーンテイムできるぞ、これやろう。ただギリースーツとかがないから、ちょっと忍べるかどうか。一気に渡しちゃうかも。あ、ダメだ。 AI が賢くなったから、多分水の中にあの逃げてなんか変な風になるってことは多分ねえと思うんだ。あー、なってるわ。いや、でも大丈夫。あそこの浅瀬はアーケロンがさっき消滅させてくれたんで、全てを無に帰してくれたんで絶対大丈夫。オッケー、よし、乗れる。あ、やっちゃったごめん。あのね、ちょっとコントローラーでさ、やってるとさ、たまーにさ、ボタンの遅延で閉じることがあるんだよね、クースのテイムって。まあいいや、15レベルだから、あの、テイム効果、テイムボーナスは期待してない。あ、どうせ15レベルだからテイムできればいい。テイムできれば。ユニコーンがこの段階でテイムできるってだけで、それだけで嬉しいから、テイム効果なんか期待してない。どうせ使わねえんだし。どうせ何かに使うってことはねえんだし。家で、自慢するだけだから。あ、ムフフつって。え、何今の動き。え、なんか今、謎の動きしたぞ。なんだ、まあいいけど。エクウスって水の中で上げられたっけ。どの道追いつけねえか。よっしゃ、もう一発。オッケー。あれ、はい。
セーブ中 24% でしょ。で、暴れ出したら、あれ、上げる、いいキーで、まあ、キーボードでやろう、キーボードで。どうせ安全なんだから、コントローラーでなんかやることも出たろ。あ、そうだ、落下ダメージでこれ、テイムボーナス下がるんだよね、そういえば。ちょっと高いところに行ったりすると。結構嫌な、嫌な仕様。OK。これで今とりあえず2回目の餌付けが終わったね。現状 57% で、テイム効果は60。OKOK。で 90%。もう次でいけるね、次で。テイム効果はまあ 66% まで下がっちゃってますけれども、まあまあまあ、まあさっきも言った通り、15レベルだし、どうせどっかで使うってことはないんでね。うん。テイムできればそれでよし。さあ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 、次次次次次、次っすよ、次、次、次行くよ、次。次行くぞ、ほら。よっしゃー、おい、マジか、マジか、お前ユニコーンテイムしたぞ。やべえ、リメイク版のアークでこんな早くユニコーンテイムできると思わなかったわ。レベルはめっちゃ低いしけどね、ああ低いんだけれども、ユニコーンがテイムできるのは熱すぎるだろ。しかもお前草食島だぞ、お前草食島。こんなさ、いい環境でテイムできることなんかねえぞ、マジ。やっとぜ。よっしゃ、もう一回帰ろう。ああ、これはもう一回帰りですわ、絶対に。っていうかさ、思ったよりいいアンキロサウルスとかいなかったし、これはもうちょっとユニコーンを置いて別のアンキロスポット行こう。あとドエリスポットも。とりあえずちょっとなけなしの、あの木の実を与えておいて、これ掴めるよね。あ、大丈夫だよね。オッケー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 、よかったよかったよかった。よーし、帰ろう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 。あ、これは、いやー、暑いわ、マジ。暑いわー。やばいさ、あの、できすぎてるレベルで、いや、奇跡じゃね？クレートから人参出て、あ、人参出たわ。よし、じゃあこれでアンキロとかテイムしようかなと思ったら、まさかのユニコーン発見してユニコーンテイムするっていうね。運命だろ、これ、マジで。ただ、そうし、エラー落ちしたんだけど！おっと。え？ああ、よかった。ユニコーンがテイム終わった後だったわ。よかった。マジで。まあ、今更セーブしてもしょうがないかはあるけど。よーし、無事に帰ってきたと思ったら、なんだてめえ、この野郎。まったく。人がお前、最高の気分で帰ってきてるときに、あんなことするとお前、いい度胸しやがんな、あいつ。度胸だけは褒めてやろう。さあ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 、ユニコーンさんはね、危ないので、まあ家の中に置いときたいとこではあるけれども、まあでも、生えるのは作業場とかかな、とりあえず。とりあえず作業場に置いといてあげよう。で、エクウスはね、ちゃんとサドルがあるんですよ。ちょっとその前にいろいろ片付けをさせてください。俺、クレートからね、ちょっといいサドル出てるんですよ。ユニコーンっていうか、エクウスのサドルが。だからとりあえずこれくっつけといて、まあ、防御力は大丈夫じゃないかなということで。オッケー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 。特に変わらず、まあ、すりこぎとして使えるのかな、これは。あ、そうだね。オッケー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 。ん？ていうかさ、ちょっと待って。俺、ビールダル、もう使えるじゃん。これ、排水、しなくていいじゃん。排水じゃねえや。配管しなくていいじゃん、配管。ビールダルも配管せずに使えるってことだろ、要するに。これ、使えるだろ、もう。ここに設置しちゃうとちょっと邪魔になっちゃうから、まあ外でいっか。ちょっとここの外に置いとこう。どうせ後で回収できるよね。オッケー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 。ギリースーツ着て、ちょっとユニコーンの最後の締め取ろうと思ったけど。なんだこれ、めっちゃ明るいやんけ。すごいなんか蛍光色になってるね。まあでもあれか、草に忍ぶこと考えたらこっちの方がいいのか、正直。あー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 、うん、こっちの方がいいわ。というわけで、ちょっとこれからね、また別の生物テイムしに行こうとは思うんですけど、一旦ここで区切って、まあ今回ユニコーンのテイムでしたということでね、はい、まさかね、リメイクしてすぐにこんなレア生物テイムできると思いませんでした。いや、ユニコーンだぜ。ユニコーンアイランドでテイムするって結構だるいよ。脇スポット的なことも含めると。まさか草食島っていうね、タイムリーなスポットでテイムできると思わなかったわ。しかもクレートから人参出た後に出会うっていうね。うん、まさに奇跡の符号だったね、ほんと。普通にテイムするよりさ、見つけてテイムするより奇跡だよね、このやり方はね。プロセスを考えると。はい。まあいいや、とりあえずこの子はね、まあちょっとどっかに連れていくのは絶対嫌なので、まあ拠点のね、ちょっと守り神として、マスコットとして置いておきます。はい。というわけで今回はここまでということで、ご視聴ありがとうございました。では、さよなら。